皆さん、毎度ニューヨークでビールノムリエやってるヨシです。本日もまたビールを1本紹介したいと思います。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはビッラペローニナストロアズーロです。で、ペローニはですね、イタリアのビールですね。で、このナストロアズーロというのはですね、青いリボンという意味だそうです。で、タイプとしてはピルスナー。なので、日本のビールに近いかなと思ってます。それでは、早速飲みたいと思います。色はかなり日本のビールに近いですね。黄金色というんですか。はい。でですね、匂いはですね、ちょっとこうツーンとするような酸味の効いた匂いが少しします。まあリフレッシングって、まあ、爽やかといえば爽やかなんですけど、ちょっとそういう匂いがしますね。それではいただきます。うん、すごいすっきりですね。その今の季節に飲みたいかと言われるとそうでもないと思うんですけど、夏とか暑い日に飲んだらすごく美味しいビールだと思います。で、ライトビールではないんですけど、すごいライトビールのような軽さと、苦味が一切ないので、ごくごくいきたいビールですね。で、このビールを最初に多分飲んだのはイタリアレストランとかに行ってですね、自分は食前酒でシャンパンとか、プロセッコとかを、飲まないっていうか飲まない嫌い、まあ飲まない人なんで、どっちかというとそういう時にビールを飲む方なんですけど、まあすごいライトビールなんでヘビーでもないんで、そのなんていうんですか、食事を邪魔するようなこともなく、飲めるビールなんじゃないかなと思ってます。1846年設立のビール会社なんですけど、まあそこまで古くないんですよね。でですね、2016年にですね、なんとですね、日本のアサヒビールがですね、このペローニの会社を、買収しました。なので今はアサヒの傘下に入っているビール会社の一つです。うん、そうですね、総合評価としてはですね、ライトビールではないのですが、かなり味が薄いです。でも苦味がほとんどないので、そのビールが嫌いな人でも飲みやすい方のビールではないかなと思いますんで、まあもしね、機会がありましたら、多分イタリア料理屋さんとか日本のイタリア料理屋さんとかに行ってビール頼んだら、この多分ペローニが出てくると思うんですけど、もし機会があれば試してみてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエのヨシでした。 See you soon. Bye. おいしいです。